まあまあ今の時期だったら普通で、大体やっぱり定番オレンジが強いと、オレンジピンク、ピンク、あと今年はブラウン味カラーが、そうですか、あと水色によるんですけど、今度はちょっと濁り入ってるからオレンジがすごい強い。ああなるほどね、結構見える感じの色の方がいい。あとはそのしゃくりのペースとかも結構早めの、ね、潮やっぱ流れてれば、はい、コンパクトに回数していった方がいいような感じしますし、潮が行かないとやっぱりある程度待った方がピクシャクって待ったりもします。朝も声かけたんですけど、はい、下ろし書いた人がどうしても当たりやすいもんで、ずっとしゃくってるだけじゃなくたまに巻き上げ入れてほしいですね。あ、軽くしゃくって、その次大きくしゃくって、その後竿を高く持ち上げたまま、今度重りをゆっくり下げるような操作して、ポールを少しゆっくりめにしてみました。今度は赤いやつ、今度は赤テープで、ちょっとコーン、ブルーとグリーン、ちょっとローテーションしてたんですけど、あの赤テープ結構良かったみたいな、ちょっと周りと違う色使ってました。今度はトマトです。さっき釣れた時のあのしゃくりのパターンなんですけど、一番最初に軽くちょっとエギを煽ってあげて、その後大きくしゃくる、でしゃくり上げたところで竿を止めて、重りをゆっくりエギが進む沈むスピードで下げて、ずっとテンションかかってるんで、当たりが出やすい。でちょっとさっきはその途中で当たりが出たんで、親合わせしてキャッチできたんですけど、ミスサイド釣りましたけどこいつはかわいそうなのでちょっとリリースしよう。あぶれ、それでノワールだ。